本日は秋葉原にお買い物に来てます。いろいろと買おうと思ってるんですが、本日7月の土曜日、なかなかにこうやって人がいっぱいいらっしゃいますね。とりあえず本日4軒ほど買い物に行こうと思います。とりあえずそこはまず行ってから紹介しましょうか。行きます。というわけで移動しました。今東京ラジオデパートさんの前にいます。ここで、怪人無線さんというお店があるのですが、まずそこでですね、コンデンサーを買いに行こうと思います。コンデンサーっていうのは、まあ、パッシブの楽器でしたらトーンコントロールなんかに使ったりするんですが、今回はそれじゃないんですよ。アクティブベースのプリアンプの部品を高級なものに取り替えると音がどういう風に変わるかっていう動画を撮ろうと思ってるんですよね。まあ、そのためにまずオペアンプという大事な部品と、あとコンデンサーを5、6個、あと抵抗ですね、抵抗も9個ぐらい買います。まあ、今回、まあ、自分が欲しいものというか、いろいろこうこれがいいんじゃないかっていろいろ吟味した結果、お店を4軒ほど回らなきゃいけないんですよね。さすがにあの中の様子とかを撮影させてもらうのは、まあどの店舗も難しいと思いますので、まあ私の音声ぐらいにあのさせてもらおうかなと思いますね。ちなみに秋葉原はやっぱり面白い。もう本当も人がいっぱいいます。この先向こうに行くと、まあもう何店舗かあるんですが、そこはあれですね、メイドカフェとかメイドさんの立ってる方とかがいっぱいいらっしゃいます。あと私のこの後ろにあるこのお店、ここは親井出さんっていうんですが、この親井出さんも高級なオーディオとかそういう風なこうオーディオケーブルとかを扱っていらっしゃるお店ですね。やっぱり秋葉原、時間があったらじっくり回りたいなと思います。それではちょっとこちら怪人無線さん行ってこようと思います。それでは怪人無線さんに向かっていきましょうか。いやー、なんか混んでらっしゃるな。ちなみに確かここの建物、明和電機さんというあのなんだ楽器、独自の楽器を販売している、いるんですよね。あそこのゴムベースは私も実はちょっと興味があるんですよね。まあ、ちょっと機会があったらゴムベースをちょっと入手してみたいなと思うのですが、今2階に上がって怪人無線さんはどちらかな、怪人無線さん、あった怪人、どこだ、 SS 無線、あ、ありましたね、怪人無線さん。すいません、あの抵抗じゃない、コンデンサーを買いに来たものなのですが、こちらを見ていただいたら分かりますでしょうか。この C3456 ってやつなんですけど、はい、すいません、うまく説明できないからとりあえず写真撮って持ってきたんですけど、それらを一つずつです。いや、今お店の方に到着しました。もう本当に本当にいろんな種類のやつがありますね。素晴らしい。今あの写真をこう見ていただいて準備してもらっているところです。いやー、本当ここなんか工作好きの私にはとてもときめきますね。本当にいろいろある、すごい。そう、それこそあれですよ、あのスイッチか、前スイッチ10個取り付けるっていうベースのあの時もここ1回お買い物来たんですよね。そしたらたまたまそういう都合のいいスイッチがなかったから、あのなんだマルツさんで通販で買ったんですけど、今いろいろと出してもらってるところです。ちょっと待ちましょう。怪人無線さんはホームページもとても充実してます。しかもその一つ一つの商品にいろいろとこう説明が書いてあったので、今回選ぶのにとても重宝しました。本当ありがたいことです。どっちかって言ったらパーツとかは詳しい方ではないので、本当大変助かりました。感謝です。はい、あ、ちょっと確認させてください。多分どっちがどっちというのは分かり、大丈夫です、多分分かりますですよね。はい、はい、これは KP1830、 あ、じゃあ C の6、はい、はい、ありがとうございます。でこっちがこれか、 0.0470、
ありがとうございます。じゃあ、あのこちら4つ買わせてください。はい、これ一緒に入れてしまっても大丈夫でしょうか。それはだ大商品的には大丈夫なものなんですか。全部何でもあのこれとこれは混ぜるものは全然ありません。ありがとうございます。はい、じゃあ、あの、はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。表示もちゃんとしてございます。じゃあ、山と。はい。はい、ありがとうございます。頭の方に書いてあるんで。はい、はい、大丈夫です。いや、助かります。ホームページとかあの見せてもらって、もうしっかりあのこう勉強になりました。本当ありがとうございました。あ、そう、あともう一個お買い物いいですか。はい、何でしょうか。0.0047。マイクロファラネットで 630VDC、はいはい、DVC そんな感じのメーカーとか何でもいいです。ちょっと安いぐらいで全然。1個です。はい、 0.00 ですよね。00です。はい、ちょっとあのうちの方でちょっと見てみたら看板になってしまってないので、そのじゃあ 0.0047 はそのままで、はい、他 の、 その VDC の部分がもうちょっと数字違うやつもみんな完売。例えば 50VD でも100でも200でもぶっちゃけそんなに高くなくても安くてもって感じなんですね。あの音にあまり影響しないところです。うーん、するところではありますけど、まあ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 、ありがとうございます。なんか安いの探せていただいたみたいで。何 VDC なの？これ 100VDC です。 100VDC、 はい、ありがとうございます。全然いいです。はい、472っていうのがあの4700ピコでして 0.0047。 はい、はい、はい、さっきの袋で大丈夫ですよ。サンプルにしますから、はい、あのそのままお使いください。マジですか。うちのこといろいろあるんですけど、はい、どうぞ。ああ、いや、すいません。お使いください。ありがとうございます。ちょっとご好意に甘えます。すいません。今私これ YouTube の動画みたいの撮ってて、あの、まあ、ここのお写真パシャとかって大丈夫ですか。大丈夫です。ありがとうございます。ちょっと使わせてください。はい。ありがとうございます。本当でいい商品ありがとうございました。じゃあ またよろしくお願いいたします。失礼します。よし、やった。よし、じゃあちょっともう一軒行ってみますか。あと3軒ですね。先ほど怪人無線さんでお買い物終わって、今戦国伝承さんに来てます。ここはあのギターパーツとかも充実してます。いいお店です。こちらの方はですね、オペアンプという部品を買おうと思います。今ちょっとこの改造に使おうと思っているその部品で一番高価なものですね。でかつ一番正体不明なものでもあります。現在その使われている部品はちょっとまあ安めというか普通の値段のもののオペアンプなんですが、今からここで買おうと思っているオペアンプ、確か OPA637627 だったかな。あのオペアンプと言われる部品の中では最高級品、もう3000円という値段のものを買おうと思ってます。正直な話、まあ、あのそういう部品を使っているエレキベースのプリアンプはないかもしれません。まあ、ない理由は、まあ、それがいい音じゃないという可能性もありますし、あのエレキベースの内蔵部品には向かないからという、あとまあ省電力とか電圧力が高いからすぐ電池が減ってしまうとか、そういう実用的じゃない面もあるかもしれません。でもまあちょっと交換のためにあのいろいろ売ってるお店を探したらこの戦国さんにあったので、今からこちらの方にお買い物行こうと思います。いいですね。こっち向くとここは LED 専門店ですね。昔ベースアンプを光らせるっていう動画撮った時はこの LED 専門店で LED テープとかを買った記憶があります。じゃあそれでちょっと2軒目戦国さん行ってみましょうか。はい、先ほどオペアンプ買ってまいりました。本当お忙しい中丁寧に接客していただき本当ありがとうございます。次はですね、隣の隣って言っているかな、こっちに秋月電子通商というお店があります。こちらの方でまたちょっと違うタイプのコンデンサーを買いに行こうと思いますね。本当にすぐなんですよ。すぐそこです。行ってきます。本当隣の隣の隣ぐらいですね。あの秋月さんもよく行くし、さっきの戦国さんもよく行くし、今回はなんか
秋葉原の面白いお店こう冒険させてもらってる感じですね。もちろん通販とかもいっぱいあります。最初は通販で買おうとも思ったのですが、まあ、例えば送料がかかったり振込手数料がかかったりそういうふうなことをやっぱ4件分考えるとバカになりませんからね。あとこうやって自分で買いに行った方が一つ一つに愛着持てるかなと思ったのもあります。はい、それでは秋月さんの方に買い物も行こうと思います。はい、秋月さんでお買い物終わりました。で、あともう一軒行きます。もう一軒はアムトランスさんという場所です。ここはそうですね、ちょっとこの近くからは外れますって言っても歩いて100メートル200メートルぐらいのところなのですが、ちょっとそちらまで行ってこようと思います。はい、今アムトランスさんの前に着きました。こちらはちょっと、まあ、秋葉原のど真ん中っていう感じではないですからね。あの人通りの多い感じの、ちょっとこちらは人通りがいない静かなところです。まあでもこれぐらいの方が個人的にはあの目立たなくて落ち着くかなと思いますね。では今からちょっとアムトランスさんにはオーディオ用の抵抗を買いに行こうと思います。あの今日はたまたまなんですけど休業日だったんですが、まあ、あの買いに行く時間と物が分かっていれば大丈夫っていうことで特別にちょっとあのお買い物させてもらうことになりました。もう何を買うかとかも全部口頭で伝えてあります。一応撮影の許可は下りなかったのでちょっとこれずからの表だけのやつにしようと思いますが、とりあえず今からお買い物に行ってこようと思います。はい、無事お買い物終わりました。いや中に入ったらもう立派なオーディオがあって、でそこでクラシック賛美歌みたいなクラシックを聞いてたんですけど、いい音ですね。日頃そういうオーディオというのに触れる機会があまりないから、あんないい音でこうコーラスとかそういうのクラシックを聞けたのは今ちょっと一瞬でしたけどすごい楽しかったです。オーディオに興味のある方はぜひアムトランスさんにお伺いしてみてください。まあ、そんな感じでちょっといろいろ今日は楽しいお買い物できました。この買った部品を使ってあの内蔵プリアンプを改造していこうと思います。まあ一個ずつですね、今日はオペアンプ取り替えたとか今日はコンデンサーを取り替えたとか、まあ一個ずつやっていこうと思います。で果たして、まあ、いい高いものを買ったからっていうと音が良くなるとは限りません。音が悪くなる可能性だってあります。ただいろいろやってみないとわからないことだと思うんですよね。こういうふうなこの何かいやこれ面白そうとかやってみたいとかそういうふうなのがこのチャンネルではできたらいいかなと思ってます。まあ、それでは役に立つベースのことチャンネル登録高評価コメントいろいろとお待ちしております。では楽しみにしていてください。ありがとうございます。